ガーゼガーゼとは、細い木綿糸を漂白して、目の粗い平折りにした、柔らかい布。古典的な総称被覆剤。日本では、面車とも呼ばれる。通気性に富み、吸湿性も良いので、汗のほか、手術時に血液を吸収させるのに用いられる。ガーゼという言葉が、日本で使われるようになったのは、明治時代にドイツ語から多く移入された、医学用語の一つとしてである。 ドイツ語では、ゴーズとガーゼ両方の意味がある。元となったゴーズという言葉は、中東のガザから来たという説と、アラビア語のカザ、またはペルシア語、コスから来たという説がある。このカザ、コストも絹織物を指していたが、この絹織物は、蘇生の織物で、ヨーロッパに伝わった時に、蘇生織物全般を指す言葉になったとされている。精錬、漂白されたヌ布は、 衛生材料の保護ガーゼにしばしば用いられ、消毒液を浸し総称幹部につけたり、肌着に用いたりする。ワセリンに浸した製品は、ワセリンガーゼと呼ばれる。ガーゼは、古典的な総称被覆剤であり、傷口にくっつき剥がす時に痛み、また湿潤環境を作ることができない。そのため、ハイドロコロイドなど、新しい総称被覆剤が登場した。以前は、 日本薬局方にも集裁されていたが、現在では項目が削除されている。手術時においてはメッキンガーゼが大量に使用される。吸水性を活かして血液を吸収するのに用いるほか、針で組織を牽引するときに組織が損傷しないように針と組織の間にガーゼを挟む用途もある。手術後に確実に回収するよう使った枚数を取り出したか係数したり、 X 線撮影で確認したりすることが推奨されているが、実態として体内に放置されたガーゼによる健康被害や死亡例も起きている。ガーゼはその他にタオルケット、ハンカチ、赤ちゃんの産着、感覚器の結露を抜く際などにも用いられる。ありがとうございます。